先週大学ラグビー部は関東大学ラグビーリーグ戦グループ一部に所属する先週大学体育会のラグビー部。略称、愛称は先週または先代。創部は1929年。1931年に部として本格的な活動がスタートし、同年に協会への加盟を果たした。関東大学ラグビーリーグ戦創設の中心となった。 チームの一つであり、リーグ戦一部優勝を5回、大学選手権、ベスト4が3回の古豪である。しかし2002年度の入れ替え戦で、山梨学院大学に敗れ、部史上初めて2部に降格。以降しばらく低迷が続いていたが、2012年シーズンから OB で元日本代表の村田渉が監督に就任して、徐々に力をつける。 2014年シーズンで6勝1敗の2位に入り、入れ替え戦に出場。一部7位の日本大学を破り、13年ぶりの一部復帰を果たした。二部2位のチームが入れ替え戦に勝利したのはリーグ戦グループ史上初めて。一部に復帰した2015年シーズンは1勝6敗の7位に終わり、入れ替え戦で二部2位の関東学院大学に敗れ、二部に降格。 2017年シーズンに7勝0敗で初めて2部優勝を果たし、入れ替え戦に出場。一部8位の関東学院大学を破り、3年ぶりの一部復帰を果たした。2019年に総部90周年を迎えた。平成以降のチームの戦績は以下の通り、ありがとうございます。